ではここまでのお役ごめご苦労様ということで、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。行きましょうか。ここに来るときにですね、いろは坂という、まあ、SJクラングの連続みたいな、すごいジェットコースターみたいな坂を上がりまして、やっとここにたどり着いたんですけれども、This trip starts with the purchase of a free press bus. はい、見えますでしょうか。東武日光駅。チケットセンターでこのフリーパスを買いました。2日間使えて2100円、中禅寺湖と華厳の滝を見るために必要なバスの通常のお値段が1150円なので200円だったかな、だいぶお得になるっていうことを聞きました。今回の目的は滝を見ることで、東照宮はちょっとパスします。いや、これで日本で有名な3本の指に入る滝一つ制覇できますね。さあ、その前にお腹空いてきたので、ちょっと腹ごしらえをしたいと思います。これ前に来た時見落としてたパターンかもしれませんよね。来るのが40分と聞いてますので、メインストリートを歩いているんですけれども、観光地の華やかさと自然との調和が見事だなってつくづく感心します。本当に心が安らぎますね。中禅寺湖方面に向かうバス、もう間もなく到着だそうですね。楽しみです。今回の一番の目玉は中禅寺湖と華厳の滝ですから、ここまで来た甲斐がありますよ。たった今バスに乗りました。ただ今の時刻が11時40分。
Ladies and gentlemen, thank you for waiting. It's the beginning of the hairpin curve hair. We Japanese call this stroke Iroha Daka. There are two routes in this long stroke. The total distance is 6.5 kilometers for the first route and 9.5 kilometers for the second route. And this meandering pathway continues to the end. If you want to go to Okuniko, there's no other than this road. Hey guys, this is a national highway in Japan. It is so thrilling and too crazy, isn't it? Then enjoy the video of the stroke like his roller coaster until the end. Freeze! また今ですね、終点の中禅寺温泉のバスターミナルに到着して降りたところです。目の前にあるのがですね、中禅寺湖みたいなんで行ってみます。 This video is up to here. Thank you for watching till the end. See you next journey.